北に良平は、福岡県北九州市小倉北区出身の元プロ野球選手。宇藤右打ち。小倉高時代は、4番エースとして活躍。3年時の夏は、福岡県予選ベスト8で敗退。甲子園出場経験はなし。プロ志望届を提出したが、指名漏れとなった。高校卒業後は、九州地区大学野球連盟に加盟する。 日本文理大学に進学。2年時の2009年、第58回、全日本大学野球選手権大会でベスト8、進出を果たす。2011年10月27日、プロ野球ドラフト会議で東京ヤクルトスワローズから2位指名を受けた。明治神宮野球大会の出場をかけた、九州大学野球選手権大会の、決勝トーナメントの開会式に出席するために、 訪れていた福岡ヤフージャパンドームで指名の連絡を受け、球場で記者会見を開いた。2012年は1軍での登板はなく、2軍でも防御率6点台と振るわなかった。2013年は6月3日の千葉ロッテマリーンズ戦でプロ初登板。その後は主にロングリリーフとしての起用が続いた。7月12日の広島東洋カープ戦にて4番手で、 当番し、2回を無失点に抑え、プロ入り初勝利を挙げた。8月の最小覚後は、先発に回って、ローテに定着し、シーズン終了までに先発で2勝を挙げた。2014年前半は先発ローテに定着。5月23日の埼玉西部ライオンズ戦で、チームトップの4勝目を挙げるなど、不振に苦しむ投手陣の中で活躍を見せていた。 しかし徐々に打ち込まれるようになり、防御率が5点台後半まで悪化したため7月から救援に回ったが、それでも、投球内容は安定せず、8月26日の広島東洋カープ戦で7失点を喫し1回、持たずに降板すると登録抹消となり、シーズンを終えた。2016年10月1日、戦力外通告を受け12月2日に自由、契約公示された。 その後は、ヤクルトの打撃投手に転向。ピッチングフォーム最速時速151キロメートルのストレートに加え、武器のフォークスライダーシュートといった変化球を操る。プロ初先発となった2013年8月16日の阪神戦では投球フォームが2段モーションではないかという指摘を受け、その日はクイックモーションで投げ続け7回を投げ1失点に抑えた。 2013年8月30日の横浜戦で、先発での初勝利を挙げた時のヒーローインタビューでは、ファンに向けての一言に対して、頑張ります。頑張ります。頑張るぞ。と答えている。ありがとうございます。